懐かしいな。なんだか日本にいた時のことを思い出すね。ちょっとだけ照れくさいな。この格好で戦えるのかって？勇者候補は衣装など選んだりしないものさ。強さとおしゃれを見せつけよう。みんながこっちを見てるな。なんだか落ち着かない。無理もないさ。みんな物珍しいんだろう。この辺りじゃなかなか見ない服装だからね。普段から元の世界の服を着ているのなんて私たちの間でもカズマくらいだからな。ああ、あのジャージのことだね。それにしても不思議だよ。昔は毎日こんな格好をしていたはずなのに、今着ると少し違和感があるんだ。それはわかるかも。なんだか落ち着かなくてそわそわする感じだ。それだけ私たちがこの世界に馴染んでるってことなのかもしれないけど。リアさんは時々元の世界に帰りたくなったりしないかい？元の世界に？そうだな。まだここにいたいかな。今はここのお客さんたちに喜んでもらえるのが素直に嬉しいんだ。それにめちゃくちゃなところもたくさんあるけど、それでもこの世界の生活はすごく楽しい。僕も同意見だ。人々を助け魔王を倒すという重大な使命があるしね。僕を抜擢してくれた女神様には感謝してもしきれないくらいだ。必ず恩に報いてみせるよ。なぜだか今日だけはそんな歯の浮くセリフも真面目に聞こえるよ。私も君に負けないように頑張ろうかな。このスバ